いい、癖ってのは抜けねえもんだな。沢城の頭、無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は青龍会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の仇ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか。一人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです。早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。え？遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。わが、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前じいさんが狙われてるってわざと情報漏らしたな。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。はい、肉だったな。だから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。青龍会の会長を仕留めたとなりゃ、ムーションの中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られても、あんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む。何か奇跡を期待してたとしてもな。それを
私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題を甘やかして荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は東上界から近江に寝返って抗争を煽り暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが一、お前に頼みがある。あんたがこの俺に。それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。で沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな。パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間も有り余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。お前とこんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど。海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通り
パスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。それで俺に頼みってのは？ハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイに？誰です？お前の母親だよ。はあ？荒川の親父がただ一人愛した女性、あかねさんだ。え？いや、でも。改めて言っておくが、お前はあかねさんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日次郎と、都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ？じゃあその茜さんって人が？お前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた、確か氷川興産って組に追われて。荒川の親父はそう信じてた。だが真相は違う。そもそもの発端は、氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は、恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ。するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。親父は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが、死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで？ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろう。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。一人でな。この裏切り者！
死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。結局茜さんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けどフィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。
もし茜さんが無事生きてりゃ何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え、見たことねえだろ。この人が茜さん。ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。茜さんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイで茜さんらしき人を見たと。ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、茜さんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、茜さんのことを。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで。親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言えばきっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘本人に間違いなかった。無事でいたってことですか。そうだな。平穏に暮らしてたけどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。え、もし晴れて親父の元に戻れば、茜さんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う。うそりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、茜さんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか頭は茜さんのことを。そうだ、俺は茜さんを殺すつもりだった。さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに
茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され、死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、愛知、茜さんが今になってお前に会いたいと言ってる。茜さんが俺に。茜さんの母親の住所がこいつに書いてある。茜さんからの手紙ですか。封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だがよ。どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために会いに行っちゃくれねえか。イチ頭、頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ、茜さんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。行ってきます、おやさん。おやさんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川、茜さんが生きてることもお前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つかそこはどうだっていいんだ。ん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても
何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は二人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎、それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。よう、一番、お前身軽すぎねえか。ハワイだぞ。日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか。足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。しかしホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。土産はマカデミアナッツ以外な。ね、ありがとな、アデスさん、ナンバ。そんじゃ、行ってくるわ。気をつけていけよ。